ああ、みんなおはよう。今日も一日撮影頑張ろうな。昨日ちょっと寝手入れしたからね。うん、いい感じじゃん。あ、来てるウマ。君ちょっとなんか汚れてるな。ごめんな、端っこだからかな、汚れやすいんだな。ちょっと待ってな。よいしょよいしょ、はいはい。じゃあ汚れちゃって、これで綺麗になったよ。綺麗になった。あ、おい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 、ちょっと糸くずが出ちゃってるな。あの、無理にやると大変だから。今度は確かこの色だったな。よいしょ、ういよいしょ、おいで。この糸くずは直径、綺麗になった、可愛くなったじゃないか。今日もよろしくな。よし、みんな次はお相撲だ。運動しなきゃね、朝一発目にね。おやる気満々じゃないか、君たち。やっぱお相撲といえばね、この子たちだからね。でもさ、二人ともよく聞いて、なんかさ、ないよね、足りないよね。そうだよね、やっぱこの上でお相撲しろっていうのも酷な話だよね。わかった、ちょっと待ってて、すぐ用意するから。まあ見てな、二人とも。あのクッションは、うん、青だった気がする。こうしてこうしてこう、オッケー。これはちょっとサイズが大きいから、よいしょ、こうして精神統一。よし、行くぞ。いけ、出てこい。よいしょ、出たよ、君たちの土俵が。これだよ、このもちもちクッション。よし、じゃあ早速試合しよっか。おい、朝一発目の真剣勝負、いざ尋常に。はっけよーい。残った、残った、残った。おーおーおお、どうだどうだ。お、緑ね、最近頑張ってるからね。紫強いけど。おお、どうだ、緑勝てるか。おお、どうだ。紫の隠れ音の山の勝利。悔しいね、緑。紫も強いね、相変わらず。じゃあ、ん、なんか他に紫に挑戦したいやつがいるみたいよ。誰かな、誰かな。君か、君か。猿ノリ、猿ノリはもうノリノリだよ。よし、真剣勝負、いざ尋常に。はっけおーい。残った、残った。お、猿ノリ、猿ノリ、猿ノリは軽快なステップで相手をこう惑わせてるが、ドーン、パワーに分があった。勝者、紫の隠れ音の山。猿ノリでもよくやったよ。また挑戦してね。まだもう一匹挑戦したいポケモンがいるみたいだよ。誰かな。お、君か、デリバードだ。次はデリバードと戦うんだけど、やる気満々だね。真剣勝負、いざ尋常に。はっけよーい。残った。お、わ、あれ、飛行タイプだから、飛行氷タイプだから飛んでる。でもこれはお相撲としてはどうなんだ、デリバード。あ、強制的に強制発揮になっちゃった。だでー、勝者、紫の隠れ音の山。デリバードも新しい作戦考えてすごかったよ。また挑戦してね。でもこのままだとやっぱり紫の隠れ音の山のさ、もう圧勝なんだよ。誰ならこの紫の隠れ音の山に勝てることができるんだろう。そうだ、あの子ならきっと。よし、ところでさっき言った通りだ、紫の隠れ音の山、あいつなら君に勝てるんじゃないかなと。ん、いやいやいや、僕に勝てる者はいないって。どうかな、待ってな。こうしてこうしてこう書いて、できた。ほら、この子に見覚えはあるかい。見て、なかなかうまく書けたでしょ。して、これがこう、よいしょ。あ、あれ、あれ、あ、俺、あ、そこにいたのか。さあ、紫の隠れ音の山、この僕の相棒のニョロゾくんは相当強いぞ。いざ尋常に。あっけよーい。残った、残った、残った。おおお、さすが紫の隠れ音の山、強い。あ、これニョロゾ、ニョロゾ、ニョロゾ負けちゃうのか。ここまで来て負けちゃうのか。で紫の隠れ音の山がなんと負けた。ニョロゾの、たっくんの相棒のニョロゾの勝ち。初敗北でちょっと悔しがってる。いや、でも本当に二人ともすごくいい試合だったよ、ありがとう。ねえねえ小麦、今日はさ、どんなおしゃれにしよっか。あ、そうだ、これこれ、これがあったね。じゃあこういう感じで、めっちゃいい感じ。お洋服よ。お、お、出た。小麦、
お絵かきしたやつ出てきたよ。じゃあこれに着替えよっかな。よし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 、どうだろう、着替えたよ。いやー、絵で描いたとは思えないなこれ。でもなんかちょっと足りないな。あ、イヤリング描けばいいんだ。どんなイヤリングにしようかな。できた。描いた。イラストを丸めてかざすよっ。じゃん、見て見て楽しい。こっちも、はい、かわいい。よし、これで完璧だね。いい感じだけど、やっぱりさ、小麦もおしゃれしたいよね。じゃあ私がとっておきの小麦の絵を描いてあげるね。待っててよ。よし、じゃあね、今から小麦のおしゃれした姿を描こうと思うよ。どうかな、可愛く描けたんだけど。じゃあこれにリボンを足していこうと思うの。とびっきりのね、おしゃれをさせたいよね。見て、首に赤い可愛いリボンを巻きました。小麦をおしゃれさせるぞ。はっ、可愛い。見て、赤いリボンついた。めっちゃ可愛いね。嬉しい。小麦可愛いね。これからもこれでいっぱいおしゃれしようね。いけ、めっちゃ水の波動だ。可愛い、可愛い、めっちゃ泣きそうなの。うわ、可愛いね。いや、可愛いな。いや、でも遊んでたらお腹減ってきたな。あ、そうだ、めっちゃ今日一緒にさ、ダブルパーティーしようよ。いいこと思いついた。やっぱりね、パーティーといえばラムネだからね。ラムネといえばパーティーだからね。待ってて、めっちゃ。今ね、私がいっぱいラムネここに書いてあげる。今日は、ぶどう味のラムネと、レモン味のラムネと、あと、いちご味のラムネ。めっちゃ美味しそうでしょ？よし、書けた。ほら、よいしょ。よいしょ。お、まだ出るか。よいしょ。よいしょ。やったね、めっちゃ。ラムネいっぱい出てきたよ。あ、そうだそうだ。ラムネだけじゃなくて、ちょっとジュースとか飲もうかな。よいしょ。あん、達成。よし、じゃあ、次は、ジュースの絵を描いてあげるからね。やっぱりね、ジュースと言ったら、あのジュースしかないよね。めっちゃ、クイズです。私、飲み物だったら何が一番好きだと思う？そうです、かけた。じゃーん、コーラかけたよ。よし、これでコーラをコップに注いであげるからね。いくよ。よいしょ。はい、はい、お、お、よいしょ。よいしょ、コーラ。ラムネとコーラどうかな。めっちゃ気に入ってくれた。最後にね、私からもう一つプレゼントがあるんだ。ちょっと待っててね。とめっちゃ大喜びしてくれるだろうな。よし、めっちゃかけたよ。いくよ、めっちゃ。よいよ。はい、めっちゃお友達のめっちゃんだよ。どうかな、めっちゃのためにお友達めっちゃ描いてみたよ。これでラムネパーティーが終わった。みんなで一緒に遊ぼうね。めっちゃ大好き、めっちゃ大好き、めっちゃ大好き。はい、いかがだったでしょうか。今回はね、あのタックンのストーリーとトキちゃんのストーリーと私のストーリーで、もしもね、絵が現実になる世界だったらっていうのを再現してみました。みんなはね、もし自分が描いた絵が現実になったら何をしたいですか。ぜひね、コメント欄で教えてください。はい、というわけで今回の絵が現実になるストーリーが面白かったな、私もそんな世界になってほしいなと思う方は、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。